1年で50万倍高騰を果たしたイーロン銘柄柴犬コインがついに国内初上場。今なら上場記念で全員100万トークンがもらえます。さらに抽選に当たれば1億トークンをプレゼント。動画後半でお知らせするコードを送信すれば1500円がもらえるおまけ付き。このキャンペーン参加しない理由がありません。どうも皆さんこんにちは、クリプト機動隊のアスカです。本日の動画では昨年2021年に1年間で約50万倍もの高騰をした柴犬コインに関する特大ファンダを取り上げます。先に結論を言ってしまいますが、11月30日にこの柴犬コインがなんと国内取引所に初上場しました。上場先はあのビッグボスこと新庄剛志さんが CM をしている大手国内取引所のビットポイントです。世界的には柴犬や同時など犬系のコインはここ数年めちゃくちゃ盛り上がっていて、日本国内でも取引をしたいと思っている人は多くいたのですが、今まで国内取引所では取引ができませんでした。そんな中ついに国内で待望の柴犬コイン取引が可能になったということで、国内市場は大きく盛り上がりを見せています。そしてさらに今回この上場を記念にビットポイントでは口座開設するだけで全員無料で100万柴がもらえるキャンペーンが開催決定しました。これ総額ではないですからね、1人100万コインです。めちゃめちゃ太っ腹ですよね。このチャンスだけは絶対に逃してほしくありません。本日の動画では今後の柴犬コインの期待値から購入方法、そして100万柴コインを入手する方法まで、この動画1本で初心者にも分かりやすいように詳しく解説していきます。柴コインを国内で簡単に購入したい、何千倍何万倍も夢ではない草コインの高騰を体験したい、柴コイン100万枚をタダで手に入れたい、こういった方は必見の内容になってますので、本日の動画も飛ばさずに最後までご覧ください。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは本編に入っていきますが、まずはじめに柴犬コイン自体、どういったコインかご存じない方もいると思うので、このコインの概要部分から解説していきます。柴犬コインは2020年7月に発行された仮想通貨でして、そもそもは同時コインのミームコインとして作成されました。ちなみに同時コインは最も有名な NK コインの名称で、ミームコインとは特に決まった機能を持たずにジョークの一環で生み出されたコインのことを指します。現在 Twitter のフォロワーは約360万人いまして、時価総額ランキングは動画撮影時点で14位となっています。ミームコインがこのような高い時価総額であることを疑問に思う方もいるかもしれませんが、柴犬コインは2021年の1年間で50万倍もの超特大の高騰を見せたことで一気に時価総額を増やしました。この高騰の時期に何があったのかということなのですが、一番大きいのはやはり今世界を最も賑わしているイーロン・マスク氏のツイートです。今までイーロン・マスク氏のツイート1本で様々な通貨が予想外の高騰を見せていますが、世界1位の資産家でありビジネスマンとしても歴史上最も成功したうちの一人であるイーロン・マスク氏の発言は、新興市場である仮想通貨の世界では絶大な影響力を持ちます。悪く言えばプロジェクトの中身が目には見えにくく、何を基準に価値を判断すればよいか分かりにくい仮想通貨という世界では、一人の大物の発言が唯一の手がかりとなって、通常の株や外貨では考えられないような何万倍という高騰をすることは珍しくありません。例えば日本一の大企業トヨタであれば、新しくて革新的な車を開発すれば株価が上がるかもしれませんし、チェーンの飲食店であれば店舗を増やしたり美味しい人気メニューが出れば、それをきっかけに株価が上がる可能性が考えられますよね。仮想通貨はそういった目に見えるものがない代わりに、こういった著名人の発言などが一つのファンダとしてリアルの世界以上に大きな影響力を持つということをしっかり頭に入れておいてください。そして2021年7月6日に柴犬のプロジェクトである柴スワップという分散型取引所がリリースされました。柴スワップでは通貨の交換や通貨を預けることで報酬を得られたり、ステーキングなどのサービスを受けることが可能ないわゆる DEX ですね。有名なところだとパンケーキスワップやユニスワップなどはあなたも使ったことがあるのではないでしょうか。先日世界2位の規模だった取引所 FTX が破綻しましたが、その影響もあって多くの大口投資家が資金を DEX に移動させている傾向にあります。この流れが続き、柴スワップの取引高が何倍にも増え、さらにはイーロン・マスクの発言や DeFi 銘柄全体の高騰、こういった要素が重なれば再度柴犬コインが高騰することはほぼ確実です。
柴犬コインのトークンはネイティブトークンの柴、同時コインの価格と供給量が連動するように設計されているリーシュ、ガバナンストークンのボーン、この3種類があります。いずれも ERC20 のトークンになります。柴は柴犬コインの基盤となるメインのトークンで、海外の複数の仮想通貨取引所にも上場している最もポピュラーなトークンです。リーシュは当初同時コインキラーとして、同時と価格が連動するよう設計されました。現在は同時キラーとしての色合いは薄まっていて、シバスワップに流動性を提供したユーザーに対する報酬用のトークンとして利用されています。ボーンは保有量に応じて柴犬コインプロジェクトの方向性や課題解決などの提案に関する投票権が与えられる、いわゆるガバナンストークンとして利用されるトークンですね。そして今回ついに国内で取り扱いが開始されたのがネイティブトークンの柴トークンということになります。ここからはいよいよ柴の国内上場の詳細と皆さんお待ちかねのキャンペーン情報について解説していきますが、ついてきてこれていますでしょうか。もしも初心者の方やここまででわからない単語などがあった方、シバをどう運用したら一番稼げるのかわからない方などは遠慮なくクリプト機動隊の公式 LINE から直接質問をください。私も仮想通貨を知った頃はなかなか理解できないことがたくさんあって、いろんな人に聞いていました。なのでぜひ遠慮なく何でも聞いてきていただけたら嬉しいです。ご質問いただけましたら私が直接アドバイスさせていただきます。それではシバの最新情報に戻りますが、今回の国内初上場に関して上場先の取引所はビットポイントになります。取扱い開始日時は11月30日12時からということで、すでに無事にスタートしました。通貨ペアや入出金サービスの提供については動画撮影時点ではまだ未定とのことなので、今後情報が出てき次第公式 LINE などで共有していきたいと思います。そして国内初の柴取引開始を記念してビットポイントがキャンペーンを開催します。キャンペーンは全部で4つあるので1つずつ解説していきます。まず1つ目が購入キャンペーンになります。シバを1万円以上購入したユーザーの中から抽選で11名に最大1億シバをプレゼントとのことです。1億シバってやばいですよね。今日現在の価格だと1億シバはだいたい13万円ぐらいになるのですが、先ほど解説したように今後シバコインが高騰してたった10倍値上がりしただけでも130万円の価値になります。ほんの1年前に50万倍という異次元の高騰をしたコインが今後たった10倍の高騰すらしない理由はないですよね。100倍つけば1300万円、1000倍つけば1億3000万円、1万倍つけば13億円です。ぜひこのチャンスにシバをビットポイントで購入してみてはいかがでしょうか。開催期間は2022年11月30日12時から2022年12月29日16時までとなっています。そして2つ目、こちらはフォロー&リツイートキャンペーンとして、ビットポイントの公式ツイッターのフォローと対象とされているツイートをリツイートすること、この2つを達成したユーザーの中から抽選で総勢12名にシバをプレゼントというものがあります。こちらのキャンペーンは12名の中からさらに抽選で1名が1億シバを、残り11名が1111万シバをプレゼントとなっています。期間は同じく2022年11月30日から2022年12月29日16時までとなっています。そして3つ目、こちらはゲーム形式の抽選になっています。ビットコインジャパンのウェブサイトのトップページに表示される柴犬のアイコン数を数えて回答フォームから回答して正解した方の中から抽選で総勢11名に111万シバをプレゼントとなっています。そして今回必ず参加していただきたいのが4つ目のこちら、日本初シバ取扱い記念口座開設キャンペーンと題して、期間中にビットポイント口座を開設したユーザー全員に100万シバがプレゼントされます。口座開設はとても簡単ですし、期間は2022年11月30日16時から2022年12月29日16時までの約1ヶ月間ありますので、ぜひ進めていただきたいと思います。さらに今回はクリプト機動隊の公式 LINE からキーワードをお送りいただいた方全員にプラスで日本円1500円が特典としてもらえる紹介コードをお送りします。このコードを口座開設時に入力することで100万シバに追加で日本円がもらえますので、ぜひこの動画の最後に紹介するキーワードをクリプト機動隊の公式 LINE から送っていただきたいと思います。柴犬コインの最新情報とキャンペーンの詳細を解説してきました。どのキャンペーンに参加するにも結局のところ口座開設しないと柴犬コインを受け取れないので、ここからはビットポイントの口座開設方法を解説していきます。まず口座開設を行う際に必要なものが2つあります。1つはメールアドレス、もう1つは本人確認書類ですね。免許証かマイナンバーカードをご用意ください。そしたら次に口座開設の手順についてですが、手順は大きく分けて4つあります。まずビットポイントの登録フォームにメールアドレスと電話番号を登録します。日本円も欲しい方は紹介コードも入力すると特典としてあなたの口座に後日配布されます。ちなみに最初にまず500円が配布されて、その後ビットポイントで実際に取引をすることでもう1000円が入金されるので、しっかりと公式ホームページの方もチェックしていただき正しく進めていただきたいと思います。
すべて入力すると登録したメールアドレスに確認メールが届き、電話番号に認証コードが届きます。登録したメールアドレスに届いたメールに書いてある URL を開くと、ログインパスワードの設定画面が表示されるので、登録した電話番号に届いた認証コードの入力とログインパスワードを設定します。そしたら次にビットポイントのログインページにてメールアドレスとログインパスワードを入力しログインをします。ログインして口座開設の申し込みに進むをクリックすると、本人確認の登録が開始されます。本人確認の登録が完了すると審査になります。この部分は写真撮影などが必要で画面で伝えにくいので、やり方がわからなくなってしまったらすぐにクリクト機動隊の公式 LINE からご質問をください。無事に審査終了しましたら、登録したメールアドレスに総合口座開設手続き完了のお知らせというメールが届くと思いますので、これで口座開設完了です。この後は落ち着いてシバコインが入金されるのを待ちましょう。というわけで、本日は今後高騰が期待されるシバコインに関する概要と最新情報、また国内取引所に初上場したことを記念したキャンペーンについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。念のため付け加えておくと、今回の特大キャンペーンによって口座開設する人が増え、本人認証などに予想以上の時間がかかる可能性があります。登録手続きをした後は数日は落ち着いて開設完了を待ちましょう。そして先ほどお伝えしたシバコイン以外に日本円が1500円もらえる紹介コードが欲しい方のためのキーワードを発表します。キーワードは追加特典希望です。これをクリプト機動隊の公式 LINE から送っていただきましたら、すぐに紹介コードをお送りいたしますので、楽しみにしていてください。さらに動画内容と別に聞きたいことがあるという方は、クリプト機動隊の公式 LINE から直接ご連絡いただけたら個別で対応させていただきます。まだまだ他にも様々な銘柄やアプリや草コイン、そしてそれらを購入するための資金構築の仕方などお伝えしたいことは山ほどあります。動画ではとても伝えきれないので、ぜひクリプト機動隊の公式 LINE から聞きたいことは何でも聞いてきてください。あなたに合った資産構築を提案させていただきます。ご希望であれば、我々が普段仮想通貨投資により大きな資金を使うことができるように、毎日ごく短時間で月収50から150万円程度の資金を作っている方法もあなたに教えられる範囲で情報共有しますので、もし仮想通貨情報以外にそちらの情報も知りたいという方は、クリプト機動隊の公式 LINE から短期資産構築とキーワードを送ってきてください。あなたの状況や資産、投資経験に合わせてこの資金構築術について解説させていただきます。その通り進めていただくだけでも1ヶ月で1万円を5万円、10万円、10万円を100万円、150万円と増やす程度であればそこまで難しいことではないので、短期で資金を大きく増やしたいという方はぜひキーワード、メッセージをお待ちしております。こんな感じでクリプト機動隊の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ず、1、チャンネル登録、2、公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。